私も。何よつくも、びっくりするじゃないの。え、ちょっと息抜きよ。なんか険悪だったしね。何？何よ、はっきり言いなさいよ。こんな時にこんな場所で何言い出してんのよ。え？つくも、私って嫌な女だな。そうだよね。恋人が秘密持ってたら気になるね。私だって反対の立場だったらやっぱり怒ってるかも。でもね、つくも、これが私の仕事なの。そうね、そうだよね。なんて言われても仕方のないことだと思う。でも秘密であることは未来を変えないためにも必要なことだった。
だって誰かがその言葉を聞いて何か悪い影響が起きるかもしれないなんていつも気にしなきゃいけないんだよ。そんなのいつも考えていたらとても精神が持たないわ。まして好きな人になんか言えない、言いたくない。だから何も見ないように感じないようにしたの。心を固く冷たく強くして思いは残さない。もちろん記憶も。仕方ないじゃない。今度もうまく隠していけるはずだった。だけどつくものせいで可愛げのない女なんかさっさと忘れて他の誰かのことを好きになればよかったのよ。そうすれば全てうまくいったのよ。あなた本当にしつこいのよ。だから忘れなきゃいけないのに、いつもみたいに。雲、あのね、信じてくれる？
束してほしいの。これから私はできるだけ秘密を作らない。だからつくも、信じるって約束して。うんうん、たとえ信じられなくなってもいい。でも嫌いにだけはならないでほしい。ありがとう、つくも。バカ、少しは察してよ、鈍感。もう少し正直になる。これからのこと、そしてあなたとの思い出。サチカ、お前も邪馬台の女王になるならばわきまえろ。これ以上イザナミを困らせるな。まだ女王じゃないです。だから甘えてもいいじゃないですか。はあ、しょうがないやつだ。ならば肩車でもしてやる。だから機嫌を直せ。私子供じゃないです。お前な、子供扱いされたいのかされたくないのかはっきりしろ。つくさま怒るの嫌です。抑えて抑えて。
サチカ、よく聞いて。あなたには使命があるわ。たくさんの人を導く大切な仕事がね。それは辛いことだし、悲しいことだらけだけど、あなたにしかできないことなの。ルカ様。考えもなく運命に従う必要はないよ。けど、あなたにはたくさんの可能性と、それだけの力があるわ。それを生かしてあげて。そして、いつも前向きに生きて。ね。わかりました。来ますです。今度はイザナミ様みたいに立派な女王になって、力ももっとちゃんとしっかり使えるようになってますです。楽しみにしていますよ。はいです。ではえらいな、サチカ。子供扱いしないでくださいです。私、次期女王なんですからね、ツク様。その呼び名、ついにそのまんまだったな。忘れたのか、私が邪馬台の敵国の戦巫女だということを。このまま泉に投入いただいても良いのですよ。私は隼人の戦巫女だ。民のため己の力を役立てるのが私の務め。それに、探したいのだ、ハヤトとヤマタイとの和平の道をな。もちろん泉とも。ならば私が戻らねば始まるまい。つくも。いろいろあったが、楽しかったぞ。さらばだ、つくも。
なんでつくもが謝るの？そうね、そうかもしれないね。でもこんなにワクワクする体験もなかったし、数日だけども同年代の友達とおしゃべりもできたわ。楽しかったのは本当。前向きに考えることにしたんだ私。そうでもないよ、また強がってるだけかもね私。これから私ヤマタに行くので、あなたにも来てほしい。本部からの指示で。つくも。私のこと信じるって言ってくれたよね。時間がないの。黙ってついてきて。ごめんね。何？ヤマタの人に見つからないようにね。知られたら私たち無事では済まないよ。